よく見る TikTok は、よく見る TikTok、 よく見る TikTok、 よく見る TikTok、 ゼロプリさんのなんかこう地域によって違うみたいな、おか地域によって違うお母さんの反応みたいなのが好きでよく見ます。最近してしまった失敗は、最近してしまった失敗、最近してしまった失敗、よくやるんですけど、ネットショッピングで1個買ったと思ったら2個入ってたのが2、3回続いたことがあります。家の近くにあったら嬉しいお店は、家の近くにあったら嬉しいお店は、ドラッグストアです。自分の名前を変えるとしたらどんな名前にしたい、魔行じゃなくて子がつかない名前です。可愛いって思い浮かぶものといえば、コロッケ。最近笑ってしまったことは、あ、ちょっとはるちゃんのお迎えに行くのがちょっと遅くなってしまって、はるちゃんごめん遅くなっちゃったって言ったら、こう私を見た瞬間ってなったのが可愛くて笑ってしまいました。世の中で一番強いものは何だと思う、世の中で一番強いものは泣いちゃいそうなんですけど、よむさくさい、すいません、よむさくさい、どうぞ。大丈夫です、大丈夫です。子供からの無償の愛だと思ってます、はい、これはいらないなと思うものは、これはいらないなと思うもの、ドライヤーで髪を乾かす時間です。漫画の中に入ることができるとしたら何の漫画、僕。好きな飲み物は、好きな飲み物、ボスの、ペットボトルのブラックコーヒーです。何をしている時が幸せ、子供たちがみんな寝てて、でそこに入って寝る瞬間が一番幸せだなと思います。かっこいいといえば、かっこいい、あ、この間のハロウィンナイトの時のカジサックはすごいかっこよかったです。今気に入っているファッションアイテムは、今気に入っているファッションアイテム、つねよめさんとりおちゃんからいただいたニューバランスの靴です。今食べたいものは、今食べたいもの、サラミです。好きな女優さんは、好きな女優さん、最近りおちゃんにおすすめされてみた韓国ドラマの恋がしたいに出ていた山下りおさんです。生まれ変わったら何になりたい、猫になりたいです。二度とやりたくないことは、二度とやりたくないこと、受験勉強。最近捨てたものは、最近捨てたものはタオルです。好きな花は、かすみ草です。スタバに行ったら何を頼む、ああもう、え、期間限定でもいいですか、大丈夫です。もう終わっちゃったんですけど、ホリデーシーズンに出る
ジンジャーブレッドラテが大好きで、その時期はもうスタバ見つけたらすごい通って飲みます。どんな老後を送りたい？子供たちがどんな生き方をするかは分からないですけど、子供たちの成長を見ながらのんびり暮らせたらいいなと思ってます。何でも願いが叶うなら何をお願いする？何でも願いが叶うなら、全員の赤ちゃんの頃にもう一回会いたいです。子供の頃の夢は？子供の頃、セーラームーンになりたかったです。新しく挑戦したいことは？子供たちの手が離れたら絵を習いに行きたいです。自分の口癖は？確かに言って言います。最近ハマっていることは？最近ハマっていること、バレーボールです。好きなブランドは？俳句です。座右の銘は？座右の銘、なるようになる。ストレス発散方法は？寝る。何歳まで生きたい？今はるちゃんが3歳なので、80歳までは絶対生きたいなと思います。よく見る YouTube は？よく見る YouTube、 ゼロプリさんです。1ヶ月自由な時間があれば何をしたい？自由な時間、1ヶ月旅行に行きたいです。最近泣いた出来事は？泣いた出来事、さっき言った韓国ドラマな恋がしたいを見て泣きました。おすすめの映画は？家族で見に行ったスーパーマリオが面白かったです。どれだけ食べても太らないとしたら何を爆食いしたい？サラミです。自分を動物に例えるなら？怠け者です。今欲しい電化製品は？掃除機です。家事で一番めんどくさいことは？畳んだ洗濯物を直すのが一番めんどくさくて嫌いです。10代の頃に好きだった有名人は？10代ですよね。全然記憶が出てこない。モーニング娘です。今から部活に入るとしたら何部に入る？バレー部です。50代で叶えたい夢は？50代で叶えたい夢、家を建ててたいなとは思います。80代で叶えたい夢は？80代、孫の顔が見たいなとは思いますけど、まあその子供たちの選ぶ人生は分からないので、子供たちが幸せにしてる顔を見たいなと思います。明日の晩御飯の献立は？明日の晩御飯の献立、コストコで買った牛タンを焼こうかなと思います。歴史上の偉人に一人だけ会えるとしたら誰に会いたい？あれ、ベロ出してる人ってアインシュタイン？アインシュタインです、はい、アインシュタインです、はい、一番好きな甘いものは？一番好き、あんバタートーストです。コンビニでよく買うものは？コンビニでよく買うもの、午後の紅茶無糖です。
人生で一番やり込んだゲームは？キングダムハーツです。最近見た夢は？ちょっとここで言えないぐらいのめちゃくちゃ悲しい夢を見ました。丸一日休みがあったら何をする？丸一日休みがあったら、家族みんな休みだったとしたらディズニーランドに行きたいです。メイク時間はだいたい何分？20分です。宝くじ1等に当選しました。どんなリアクションをしますか？朝起きて自分が男になっていたらまず何をする？朝起きて家族全員起こしに行ってみせます。ママ男になってる。なったよ。見てって見せると思います。今から習字をします。なんて書く？大きい山。小学生の頃の自分に一言言うならなんて言う？芸人さんと結婚してるよって言います多分。好きなキッチングッズは何ですか？ブンブンチョッパーです。丸いものといえば何？丸いもの、バレーボール。四角いものといえば何？冷蔵庫。好きな英語は何？ハッピーです。長所を教えてください。長所は寝たらすぐ忘れることところです。好きなパズルを作ってください。どんなパズル？パズル、なんか夜景のパズル。蚊に刺されて一番嫌な場所はどこ？かかと。かかとっていうかアキレス腱のところ一番嫌です。チャームポイントは？チャームポイント、つむじが2つあるところです。スーパーで一番最初に見に行くところは？トマトコーナーです。頭に浮かぶ四字熟語は？日進月歩。好きなご飯のお供は？カブの葉とちりめんじゃこを炒めたやつが好きです。元気の源は？家族です。家で一番お気に入りの場所は？食卓の、私の椅子に座ってるのが一番お気に入りです。寝る前にすることは？YouTube を見たり携帯で漫画を読んだりして、もう何も考えない時間を作ることです。朝起きて最初にすることは？はるちゃんの口の匂いを嗅ぐです。好きなアルファベットは？ Q です。自由にお金を使えます。まず最初に買うものは？家。初めて会う人と仲良くするためには何をする？自分から話しかけたりご飯誘ったりします。一生同じものしか食べられないとしたら何を食べる？サラミです。子供の頃夢中になっていたことは？夢中になっていたことは二人っ子っていう朝ドラがあって、それが大好きで将棋をやってました一人で。
どうにか桂馬を使いたいっていう思いだけで桂馬をとにかく使うことに夢中になってました、はい、3時間空き時間ができたら何をする？寝る。20歳の頃の自分に一言。20歳、あ、子供5人も生まれてるよ。自分を電化製品に例えるとしたら何？自分を電化製品に例えるとしたら布団乾燥機です。一日アルバイトするならどんな仕事？保育園の調理をやってみたいです。ふわふわと言われて思い浮かぶものは？赤ちゃんのほっぺたです。歩いていたら目の前から憧れの有名人が、どうする？どうする？何も気づかないまま通り過ぎて妹に電話します。今の気持ちは？今の気持ちですか。もうちょっとで終わるかなと思ってます頭に浮かんだ3文字の単語を教えてください。3文字。祭りです。50音のうちどれか一つだけ一生使えません。どれを選ぶ？全部困りますね。はい、全部困ると思います。全部困りますよね、はい、使わなさそうな。ぬ。目の前におでんがあります。何から食べる？牛すじです。ゴリラに名前をつけるとしたらどんな名前をつける？秀樹。眠れないときは何を考える？眠れないとき、わ、でも考え出すと眠れなくなっちゃうので、もう何も考えないようにしてホットアイマスクをします。カジサックのジャージの色を変えるとしたら何色？スパンコールの赤ちょっとレベルアップした感じに。キラキラした感じに。絶品と言われて最初に思い浮かぶものは？絶品、カジサックのお母さんの、でも全部美味しいんですけど、カジサックのお母さんが作ってくれるお雑煮が美味しいです。海に向かって叫ぶとしたらなんて叫ぶ？やったーって言います。好きな言葉は何ですか？好きな言葉、好きな言葉はなんとかなる。気合を入れる時の掛け声は？なんとかなる。無人島に何か持っていくとしたら？包丁です。目の前にパンダがいたらなんて名前をつける？パンダ、サブローです。最近できるようになったことは？最近できるようになったことは、バレーがちょっとだけ、レシーブがちょっとだけ上手になりました。未来に行けるとしたら何をしたい？子供たちがみんな笑って過ごせてるかなと思って見に行きます。過去に行けるとしたら何年前？13年前ですね。当時が3歳で、はい、かんちゃんが生まれてすぐぐらいの時が一番大変だったので、その時に行ってやっぱりすごい、ちょっと助けてあげたいなと思います。最近あった嬉しかったことは？最近あった嬉しかったことは、
ちゃんがやっぱりちょっとイヤイヤ期がまだ抜けきれなくって、いろいろ我慢ができないので、あの狼子供と雨と雪っていう映画で お土産3つタコ3つってするんですけど、それをイライラした時にしてたんです。はるちゃんにお土産3つタコ3つってしたら、こうはるちゃんもうーって我慢できなくなって、お土産3つしてって言って、自分でお土産3つタコ3つって言って、私がこうお土産3つタコ3つってしたらすごい落ち着いたのが、すごい成長が見れて嬉しかったです。よく作る料理は唐揚げです。一番大切にしていることは、子供たちが悪いことをしてしまった時にきちんとそれはいけないことだよって言ってあげれるというか、客観的に見るのをやっぱりこう悪くないよって言ってあげたい気持ちになると思うんですけど、客観的に物事を見るようにするっていうのは大事にしてます。新しく楽器を弾くとしたら何を弾きたい？私ブラスバンド部の時にバリトンサックスをやっていたので、あのベースとか、あのそういう低いベースっぽい感じの楽器がやりたいです。給食のおかずで一番好きなものは？揚げパンです。好きなコスメの種類は？好きなコスメの種類、リップです。よく見る TikTok は？はい、かんちゃんの TikTok です。最近してしまった失敗は？年始にいろんなことをやっておこうって思っていろいろ計画したんですけれども、一つもやりませんでした。家の近くにあったら嬉しいお店は？ドラッグストアです。自分の名前を変えるとしたらどんな名前にしたい？りょうちゃんです。可愛いって思い浮かぶものといえば？コロッケです。最近笑ってしまったことは？コロッケが自分の顔の形のラグの上に自分の好きなおもちゃを集めるんですけれども、最近なんか見慣れないものがなんか一個紛れてるなと思って見たら、洗濯して畳んだ後のトンボさんのパンツだった時に笑っちゃいます。世の中で一番強いものは何だと思う？大自然です。これはいらないなと思うものは？いらないなと思うものは、最近トンボさんがホットケーキを焼きたいって言って6枚ぐらいホットケーキが焼けるような粉を3袋ぐらい買ってきて、さすがに3袋はいらないなと思ってます。漫画の中に入ることができるとしたら何の漫画？スラムダンクです。好きな飲み物は？午後の紅茶無糖です。何をしている時が幸せ？トンボさんと一緒に映画を見て帰りの車で感想とかを言ってる時がすごい幸せです。かっこいいといえば？ライオンですね。今気に入っているファッションアイテムは？ファッションアイテム、最近スニーカーをいっぱいいろいろ買ってるんですけど、嫁3人で買ったニューバランスのスニーカーすごい気に入ってます。今食べたいものは？豚バラ肉が食べたいです。好きな女優さんは？好きな女優さんは深津絵里さんです。生まれ変わったら何になりたい？生まれ変わったら魚になりたいです。二度とやりたくないことは？二度とやりたくないこと、
勉強です。最近捨てたものは？みかんを年始に買ったんですけど、買ってすぐにカビちゃって食べれなくなって捨てました。好きな花は？ひまわりです。スタバに行ったら何を頼む？スタバに行ったらアイスティーのブラックトールサイズをいつも頼んでます。どんな老後を送りたい？全くストレスがなく、人間関係とか環境において自分にストレスないものを見つけて、その状況の中で生きていきたいです。何でも願いが叶うなら何をお願いする？何でも願いが叶うなら、何でも願いが叶うなら、あ、お家を建ててもらいたいです。東京にめちゃくちゃ大きい家を。子供の頃の夢は？子供の頃は小説家になりたかったです。新しく挑戦したいことは？トンボさんと一緒に習い事始めてみたいねって話してて、家の近所にウクレレ教室があってウクレレを始めようかって話をしました。自分の口癖は？口癖、ごきげんようとかですかね。リオさん、ちょっとわかんない。聞いたことないですよ。我々は普段言ってらっしゃるということでよろしいですか？はい、いいじゃない。最近ハマっていることは？最近ハマっていることは、とにかく恋愛リアリティショーを片っ端から見てみようと思って、いろんな国のやつを見てます。好きなブランドは？好きなブランド、サラマリーさんというモデルさんのやっている色仕掛けっていうブランドがすごく好きです。座右の銘は？座右の銘は座右の銘、元気、元気で頑張ろう。今考えたということです。よろしいでしょうか？なんかこう、なんかことわざみたいなのも思い浮かばない。いや、でもそれで大丈夫だと思って。ただ、その明らかに今かなって出てらっしゃったので、ただ全然 OK です。ありがとうございます。ストレス発散方法は？ストレス発散方法はトンボさんといっぱい話して笑うことです。何歳まで生きたい？2000歳。よく見る YouTube は？よく見る YouTube は スプリング公式 YouTube のゆうさんがやってるゆうのこれからこれからっていうやつが好きです。1ヶ月自由な時間があれば何をしたい？体を鍛えてムキムキになってみたいです。最近泣いた出来事は？最近泣いた出来事は昨日、嫁作さんと常嫁さんとテラスハウスの昔のやつを見たんですけど、そこでみきこさんと常嫁さんと5、6回泣きました。おすすめの映画は？おすすめの映画はコーダっていう映画です。どれだけ食べても太らないとしたら何を爆食いしたい？サムギョプサルですね。自分を動物に例えるなら？自分を動物に例えるなら、ワニです。今欲しい電化製品は？スチーマーです。家事で一番めんどくさいことは？食器の
洗い物ですね。今から部活に入るとしたら何部に入る？部活に入るとしたら、あーかっこいいからアーチェリーとかやってみたいです。50代で叶えたい夢は？50代で叶えたい夢は田舎で山暮らししていてもお金が入ってくるような状況を作れたらいいなと思ってます。80代で叶えたい夢は？80代で叶えたい夢はトンボさんが多分ボケちゃってるので、ボケてるトンボさんと喋ってケラケラバカにしたいです。まあそうそう、リオさんが80の時はトンボさんは92。そうね。明日の晩御飯の献立は？明日はサムギョプサルを食べようと思いました。歴史上の偉人に一人だけ会えるとしたら誰に会いたい？歴史上の偉人は、卑弥呼様かな。一番好きな甘いものは？一番好きな甘いものは、おお、何も思い浮かばない。ケンタッキーのビスケットです。コンビニでよく買うものは？ゴゴティ無糖です。人生で一番やり込んだゲームは？絶対にアツモリです。最近見た夢は？最近初夢なんですけど、グミ工場みたいなところで働かされていて、で同僚がハイドさんだったっていう夢を見て、起きてから面白くて、はい、それが見ました。夢ですね。丸一日休みがあったら何をする？一日休みがあったら、なんかドラマを一気見したいです。あ、ヴィヴァンを見てみたいですって。宝くじ1等に当選しました。どんなリアクションをしますか？リアクション、起きて自分が男になっていたらまず何をする？男になってたら、なんだろう、写真を撮ると思います。まず今から習字をします。なんて書く？習字、初夢って書きます。小学生の頃の自分に一言言うならなんて言う？小学生の頃の自分に、あんまり周りのことは気にしないでねって言います。好きなキッチングッズは何ですか？好きなキッチングッズはスライサーが好きです。丸いものといえば何？トンボさんです。四角いものといえば何？豆腐。好きな英語は何？好きな英語、好きな英語クリスマス。ちょっと何にも浮かばない。クリスマスに決めました。はい、はい、長所を教えてください。長所は、努力をする、惜しまないところです。好きなパズルを作ってください。
どんなパズル？101匹ワンちゃんです。蚊に刺されて一番嫌な場所はどこ？指の第一関節とかですね。チャームポイントは？チャームポイントは耳たぶが薄いところです。スーパーで一番最初に見に行くところは？スーパーで一番最初に見るのは野菜です。頭に浮かぶ四字熟語は？四字熟語です好きなご飯のお供は？好きなご飯のお供は、食べるラー油のわかめふりかけっていうのがあって、それがすごい好きで。元気の源は？元気の源はトンボさんとコロッケです。家で一番お気に入りの場所は？寝室です。寝る前にすることは？寝る前にすることはツイッターのパトロールです。朝起きて最初にすることは？最初にすることはトンボさんとコロッケに挨拶します。好きなアルファベットは？好きなアルファベットは R です。自由にお金を使います。まず最初に買うものは？最初に買うものは車です。初めて会う人と仲良くするためには何をする？初めて会う人と仲良くするには身につけてるものに興味を示してみるんです。一生同じものしか食べられないとしたら何を食べる？豚バラ肉にします。子供の頃夢中になっていたことは？自分になっていたことは、子供の頃ダレンシャンっていう小説だと思います。3時間空き時間ができたら何をする？3時間空き時間できたらもう家に帰って寝ます。20歳の頃の自分に一言。20歳の頃の自分にもうちょっと広い視野を持つというか、いろんな人の視点になって考えてみてねって言います。自分を電化製品に例えるとしたら何？電化製品に例えるとしたらカセットコンロです。一日アルバイトするならどんな仕事？マクドナルドでのクルーをやりたいです。ふわふわと言われて思い浮かぶものは？ふわふわコロッケの顎です。歩いていたら目の前から憧れの有名人が、どうする？通り過ぎます。今の気持ちは？今の気持ちはお腹が空いています。頭に浮かんだ3文字の単語を教えてください。もちちもちちです。50音のうちどれか一つだけ一生使えません。どれを選ぶ？つらい。使いたい。使いたいよ。全部なんだろう。2にします。目の前におでんがあります。何から食べる？はんぺんです。ゴリラに名前をつけるとしたらどんな名前をつける？ゴジラです。眠れない時は何を考える？眠れない時は昔の良かったこと、良かったことと嫌だったことをずっと繰り返して考えてます。カジサックのジャージの色を変えるとしたら何色？ジャージの色を変えるとしたらピンクです。絶品と言われて最初に思い浮かぶものは？イクラです。
海に向かって叫ぶとしたら、なんて叫ぶ？海に向かって叫ぶとしたら、わーって言うと思います。好きな言葉は何ですか？好きな言葉、好きな言葉は元気、もりもりです。気合を入れる時の掛け声は？気合を入れる時はいつも、よし、頑張ろうって絶対言ってます。無人島に何か持っていくとしたら？無人島に何か持っていくとしたら、トンボさんとコロッケ。目の前にパンダがいたら、なんて名前をつける？パンダ、シャン、シャンシャンシャンにします。最近できるようになったことは？できるようになったことは、マシンピラティスに通ってて上手になってきました。未来に行けるとしたら何をしたい？未来に行けるとしたら、すっごい先の未来に行って、令和から来たんですって言ってみんなに挨拶したい。過去に行けるとしたら何年前？過去に行けるとしたら12、3年前に行ってYouTube を開設したいです。最近あった嬉しかったことは？最近あった嬉しかったことは、トンボさんが朝ごはんにパンを作ってくれました。よく作る料理は？よく作る料理、スンドゥブです。一番大切にしていることは？一番大切にしていることは、いろんな視点から見てみるっていう。新しく楽器を弾くとしたら何を弾きたい？ウクレレですね。給食のおかずで一番好きなものは？給食のおかずで好きだったのはチンジャオロースです。好きなコスメの種類は？好きなコスメの種類はベースメイクのファンデーションとかです。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。